紅林光太郎は、静岡県藤枝市出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属。小学校2年生の時に、チンタオホークスに入団して、野球を始め、藤枝市立チンタオ中学校では、同校の軟式野球部に所属し、遊撃手を務めていた。駿河総合高校では1年春から、ベンチ入りし、1年夏には、遊撃手のレギュラーの座をつかむ。 3年春に U-18 日本代表候補合宿へ参加し、紅白戦で奥川教師から二塁打を放ったことで、プロからの注目を集めた。高校時代のチーム成績は3年夏の静岡大会準優勝が最高であったが、同大会では26打数7安打4打点と、紅林自身は不調だった。甲子園出場経験はなし。 2019年度ドラフト会議でオリックスバファローズから2位指名を受ける。11月12日に契約金6000万円、年俸720万円で仮契約を結んだ。背番号は24。2020年は新型コロナウイルスの影響で120試合制となる。新人ながらウエスタンリーグ全86試合に出場し、打率220.1本塁だ。 20打点を記録すると11月3日に一軍発、昇格。同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦に、8番、遊撃でプロ初出場初スタメンを果たすと第一、打席で、乗本隆弘から、プロ初打席初安打を放った。11月6日の対北海道、日本ハームファイターズ戦では、決勝の敵自我を放って、同期入団の宮城大、 渡るのプロ初勝利を呼び込むなど、ルーキーイヤーは1軍で5試合に出場し、4安打2打点を記録。オフに、現状維持の推定年俸720万円で、契約を公開した。2021年は、開幕1軍入りし、3月26日の埼玉西部ライオンズとの開幕戦で球団初の、重大開幕遊撃スタメンを果たした。28日のカードでは、 プロ初本塁打を打った。常に打率が2割前半であったり守備では、開幕戦から失点につながるエラーがあったりと攻守に課題がありながら、好調なチームの遊撃手として起用され続け、9月9日の対1バロッテマリーンズ戦では一打サヨナラの場面で、惜しくもサードライナーに倒れるも、翌10日の対西部戦ではチャンスでプロ初の三塁打を放ったことが象徴するように攻守で成長を見せ、 打線の中軸を担っていた吉田忠志直が故障で離脱すると3番打者に抜擢された。その後、吉田の復帰に伴い3番を外れたものの、3番を務めた9試合では打率286.3本塁が9打点長打率600を記録し、手法離脱の穴を見事に埋めた。10月5日の対日本ハム戦では、 球団史上初となる十代での二桁本塁打を達成した。高校通算四十本塁打で、長打力だけでなく、広角に打てる打撃も持ち味。五十メートル走は六秒に。守備の面では、肩の強さに加え打球に対する一歩目の速さと、柔軟性が高く評価されている。ドラフト指名時に、入団後は三塁手として育成する方針が、オリックス首脳陣から語られていたが、 2020年は2軍で遊撃手として70試合、3塁手として13試合起用された。愛称はベニー。これは紅林の紅から呼ばれるようになった。プロ入り後の登場記憶は自身の父親がファンである X ジャパンの紅。高校時代は自身の応援歌に使用されていた。理想の選手はデトロイトタイガースのミゲル・カブレラ。 ありがとうございます。